皆さんこんにちは、チンスポの達人です。今回は横浜にある文身歴史資料館を紹介したいと思います。はい、ということでやってきました。京急本線の戸部駅から徒歩5分くらいなんですけど、横浜駅からも15分くらいで到着します。入館料1000円を払いまして、撮影の許可もいただきました。で、そもそも分身とは何ぞやっていう話なんですけど、肌を傷つけて色素を刷り込んで文字や絵画を描くことで、入れ墨とか姿勢とも言われています。この分身歴史資料館には姿勢師の三代目堀吉が40年にわたって収集してきた世界中の姿勢文化にまつわる資料が所狭しと展示されています。本当、ポリネシアとか南米とかいろんな国の分身にまつわる展示があって興味深かったです。こうして見ると分身ってもともと呪術的な意味合いがあったっていうのもなんか納得ですね。で、これはカンボジアの姿勢用の針だそうです。日本でもアイヌ民族や琉球で姿勢を入れる文化が明治時代まで普通にあったそうです。で、日本では古くは魏志倭人伝に男性は皆顔にまで姿勢を施していたっていう記述があるんですけど、縄文時代の土偶にも姿勢の跡が見られるので、その頃からそういう風習があったと思われます。その後、奈良時代以降に一度廃れるんですけど、時は流れて江戸時代に現代に通ずる姿勢文化が生まれました。まず遊女たちの間で起床彫りというものが流行します。起床彫りっていうのは、遊女が愛の証として婚姻にしている客の年の数だけほくろを入れたり、場合によっては名前を入れたりするものなんですけど、これって現代にも通ずるところがありますよね。もう一つ、江戸の花形職業だった飛び職や飛脚らの間で彫り物が流行します。当時、浮世絵文化の発展とともに技術が向上し、さらに豪傑の活躍を描いた歌川国芳の水滸伝シリーズのヒットにより、現代に通ずる芸術性の高い和彫りのモチーフが生まれました。身動きの取りにくい着物ではなく、ふんどし一丁で仕事をすることが多かった飛び職や飛脚にとって、ある意味ファッションだったんでしょうね。その和柄の彫り物の評判は海外にまで広がり、ロシアのロマノフ王朝最後の皇帝ニコライ2世は明治中期に来日した際に竜の姿勢を彫ったそうです。同じく明治時代、東京の神田で江戸彫友会が発足します。これは彫り物をしている職人たちが集まってできた同好会で、現在でも続いていて、年に一度大山参りをしているそうです。で、彼らに言わせると彫り物と入れ墨は全くの別物だそうです。入れ墨はもともと刑罰で、犯罪者を区別するために腕に線などの記号を入れるものでした。中には額に罰の文字を彫ったり、犯罪の回数に応じて犬と彫っていく班もあったようです。一方の彫り物は芸術で、絵にも魂が込められていて、それに恥じない生き方をしようとその人の支柱になるものだそうです。正直、全身彫り物をしている人を見ると無条件でその筋の人と思ってしまいますけど、そういうイメージって、こういう高倉健主演の薬剤映画の影響も大きかったんじゃないかなと思います。あと、この資料館には徳川家斉時代に天保の改革を断行した老中水野忠邦の書状が飾られています。なんかすごく歴史的価値がありそうですよね。で、これは説明文によると、欧米各国における電動式姿勢器で、ロータリー方式とバイブレーター方式があるようです。こっちは刑務所内で受刑者が製造したらしいんですけど、なんかそんなことをやってるんですね。
あとこういう陶器の人形ってよく批評館的なところで見ますけど、彫り物をしている最中のものはなかなか珍しいと思います。それの洋物バージョンもありました。でちなみにこの資料館のお客さんは大半が外国人のようです。やっぱ和柄に惹かれるんでしょうね。本当、古今東西の分身にまつわる資料が集められた濃厚な場所でした。はい、ということで今回は以上となります。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。